皆さんこんにちは。本日は2024年6月ガンプラ再販新商品を日付順にご紹介いたします。なお6月から7月に延期になった商品がありますので、こちらに記載いたしました。6月6日木曜日 RG144/1 ガンダムエピオン胴体の2軸プラス1軸のスイング稼働腹部前方展開稼働により前屈時の親和性が向上、股関節にロック機構を採用、変形と可動を両立し堅牢かつ大きくスイングさせることが可能。手首上部に追加された可動軸と前腕ロール稼働によりポーズに幅広い表情付けが可能。肩アーマーが展開し肩位置をキープしたままの腕上げが可能。両手でビームソードを振り上げる力強いポージングにも対応。ブレードは膝の動きに追従し自然な膝立ちを妨げない。ウィング部は翼の可動に合わせて小羽が連動展開、根元の軸可動により翼の高さ調整も可能。モビルアーマー形態では各と口が開き表情演出が可能。常に引き出し式のボール可動を内蔵し首がしなる動きを実現。腿の可動軸により翼竜のようにしなやかな首の可動を演出。ヒートロッドにはアドバンスドモビルスーツジョイントを採用、剣のように鋭いフォルムと螺旋を描くしなやかな可動を実現。ビームソードとマウントラッチをつなぐケーブルはリード線を採用。6月10日月曜日 HGUC144/1 ガンキャノン広い可動域により迫力のアクションを再現。腹部の可動により前屈が可能。かかとは接地性を高める構造を採用。握り手のほかポージングの表情を豊かにする平手パーツも付属。機体番号108109203のマーキングシールが付属。ビームライフル付属。 HGUC144/1シャア専用ザク2。モノアイは頭部裏側の操作リブを動かすことで稼働。腕は上腕部に加え前腕部も回転し可動域を大きく確保。腰部の可動域をさらに広げる軟質素材パーツを同梱。プラパーツと軟質素材パーツとの選択式となっている。付属する3種の武器は腰部に喧嘩できる。 HGUC144/1 ガンダム GP01 ゼフィランサスコアファイター2を水平内蔵固定するという設定を取り込んだ胴体デザインなどで GP01 の特徴を際立たせる作りになっています。コアファイター2のディスプレイモデルがついています。武器はビームライフル 90mm マシンガンビームサーベルトシールドがついています。HGUC144/1 ガンダム GP01 フルバーニア胸肩部バーニアはオープン状態を再現しました。肩アーマーは前後に稼働します。コアファイター2のディスプレイモデルは宇宙仕様を細部まで再現しています。バックパックのブーストポットはポリパーツを使用してフレキシブルな稼働を実現しました。武器はビームライフルビームサーベルが2つシールドがついています。頭部は別パーツ化で形状を精密に再現し表情を追求しました。 HGUC144/1 ガンダム GP02A サイサリス可動範囲の追求により両肩のバインダーを展開したフライング形態が再現可能。アトミックバズーカは右肩の基部とシールドに収納された方針の連結ギミックを再現。フライング形態時にも構えることも可能。腕は手首と肘関節の形状追求により自然なフォームでバズーカを構えることが可能。付属のディスプレイスタンドと本体をつなぐジョイントパーツの差し替えでガンダム GP01 フルバーニアンとの対決シーンを再現可能。HGUC144/1 ジム界手のパーツは平手と握り手があり選択可能。マーキングシール付属。 HGUC144/1
百式特徴的なゴールドの装甲がメタリック成型色で再現され、最新フォーマットの可動域によりアクションポーズも高次元に決まる。カメラアイはホイールシールにより3パターンを再現可能。ビーム、ライフルに加え、バックパックに喧嘩可能なプレイ、バズーカ、腰背部に脱着可能なビーム、サーベルも付属。HGUC144/1、スタークジェガン、特徴的なミサイルポットとアーマーを再現。一部パーツは取り外し可能。アーマーがありながらも自由度なポージングが可能。ロンドベルタイマーク、額番号シールが付属。HGUC144/1、デルタプラス、レーブライダー形態を差し替え変形で再現。可変機であることを感じさせないプロポーションとモビルスーツ形態でのポージング性能。頭部ではクリアパーツを採用。HGUC144/1、ジェスタキャノン、特徴的な両肩のビーム、キャノンと4連マルチ。ランチャーは上下の可動ギミックを搭載、武器やハンドパーツが付属。ノーマルのジェスタへの換装も可能。 HGUC144/1、ゼータプラス、ユニコーンバージョン。ゼータプラスを現代的なプロポーションで再現。 HGUC ゼータガンダム、 HGUC デルタプラスで培われた差し替えパーツによる変形方式を踏襲。モビルスーツ形態におけるプロポーションを重視しつつ、レーブライダーへの変形を可能に。ビーム、ライフル、シールド付属、それぞれレーブライダーにも装着可能。 HGUC144/1、ローゼンズール、バラをモチーフとした特徴的なフォルムとボリューム感を忠実に再現。インコムやサイコ、チャマーなどアクションギミックも多彩。様々なポージングが可能。背部にある2機のバインダーは開閉可能。インコム用台座が付属。 HGUC144/1、ガンダムエアリアル、シールドは11のビットステーブに分離可能。機体各所に接続、劇中のイメージを表現できる。シェルユニットはインモールド成形のパーツやダブルサイドシールとクリアパーツの組み合わせにより再現。発光状態と非発光状態を選択式で組み立てることができる。ビームパーツはクリア成形で表現。粘着面に絵柄が印刷されたダブルサイドシールは透明パーツの内側から貼ることで透明感と奥行きを表現。RG144/1、ハイニューガンダム、核関節の可動と連動して装甲がスライドする。マルチリンク、ギミック、搭載、核部アーマーをスライドさせ、メカニカルな内部フレームを露出させることができる。腰入れ器部が上下にスイングすることで大胆なポージングが可能に。胸部アーマーには接続ジョイントを搭載し、脚部可動を阻害しない設計となっている。脚部の広範囲に可動し、膝をしっかりと設置させることが可能。腕部ビームガンには手首を押し下げると連動して伸びるギミックを搭載。襟足パーツは可動干渉に応じて可動。コンテナにはフィン、パンネルを大きく広げ翼のように見せるギミックを搭載。アドバンスト、モビルスーツジョイント、身寄りフィン、ハンネル射撃時の携帯を保持できる。各種武装、ハンドパーツ付属。 MG100/1、ガンダム F91 バージョン 2.0。 腹部ダクトには多重構造が採用され、エクストラフィニッシュを施したパーツが内部パーツに使用されている。胴体内部に導け孔パーツが採用され、別売りの発光ユニット、白、等式、お台座にセットすることで、腹部ダクトやバックパックダクトから最大稼働モード時に排出される熱や MEP を演出可能。脚部スラスターは連動ギミックが採用されているほか、レスバーは設定通りに展開ができる。フェイスオープンギミックを搭載した頭部と変形頭部の2種に加え、ビーム、ランチャーやビーム、シールドなど特徴的な武装が付属。
MG100 分の1デスティニーガンダム全身のプロポーションは特徴を際立たせるようにアレンジ、翼には展開に小羽が連動するギミックを搭載、襟の可動、肩の引き出し機構、股関節の幅増しギミックなどにより劇中で見た印象的なポージングが再現可能。体幹刀やビーム、ブーメランのビーム具はクリアパーツで再現、高エネルギー超射程ビーム砲は展開時にセンサー部がせり出すギミックを搭載、ビーム、ライフル、シールド、ビーム、ブーメラン2個、体幹刀アロンダイト、高エネルギー超射程ビーム砲などの武器が付属。シン、アスカ、ステラ、ルーシェの100分の1スケールフィギュア、専用スタンドが付属。 MG100 分の1ガンダムキュリオス原作設定に合わせ MG100 分の1ガンダムデュナメスと一部共通のフレームを採用、モビルアーマー形態への変形をフレーム構造により再現、モビルアーマー形態時に肩アーマーとバックパックの機種をロックすることで携帯保持を強化し安定したディスプレイが可能に、ハンドパーツ部分はアニメと同様の変形機構を再現、モビルアーマー携帯時に無線グリップを持った状態でハンドパーツを内側に曲げることが可能に、腕部のジョイントに接続する GN ビームサブマシンガンは交換可能、無線グリップは設定通り2つの武器に取り付けが可能、 GN シールドは展開可能、さらに接続部が回転することで様々なポージングが可能、 GN ハンドミサイルユニットは腕部にも装備可能。6月13日木曜日、 HGUC144 分の1ドム、ビッグドム、バーニア、スカート、足の裏のパーツの交換でビッグドム、ミナルコンパチキットです。バズーカはジャイアント、バズーカ、ビーム、バズーカの2種が付属し、背後にはヒート、サーベルを収納可能です。 HGUC144 分の1使用、144分の1スケールでは最大級の迫力あるボリューム感です。フロントスカート裏の隔臭でを再現し、ビームサーベルを持つことができます。またバックパック裏側のディテールも細かく再現しています。武器はビームライフル、ビームソードが付属します。 HGUC144 分の1ハイニューガンダム、機体やシールドのカラーリングはパーツの分割により組み立てるだけで再現可能。ピン、ファンネルは各部可動、ファンネル、ラックへの着脱も再現、ビーム、ライフル、ビーム、サーベル2個、ミュー、ハイパー、バズーカ、シールド、フィン、ファンネル2個が付属。ガンプラ01、レールストライカー、別売りのエントリーグレード、144分の1、ストライクガンダム、等と組み合わせてエールストライクガンダムを再現可能、その他 HG アイテムにも多様、キットに応じて選べるジョイントパーツが付属、各部の 3mm ジョイントや C タイプジョイントにより各部の可動を実現、エールストライカーの組み替えによりプラモデルオリジナル装備としても装着可能、バズーカやグランドスラムなど豊富な武装も付属。別売りのオプションパーツセット、ガンプラ02ランチャーストライカー&ソードストライカーと組み合わせてパーフェクトストライクガンダムが再現可能。 RG144 分の1エールストライクガンダムアドバンスト、モビルスーツジョイント採用で可動性能がさらにアップ、リアルな質感を演出する、リアリスティックでカール、本物の魅力を引き出す、装甲多色化、キラ、ヤマトの太刀、座りフィギュア付属。 MG100 分の1ガンダムデスサイズヘル、エンドレスワルツ、可動性の高いトリプル X G フレームを採用、アクティブクロークに新ギミック搭載、羽ばたく姿やクローズ状態を自然に再現できる、マーキングは過渡期はじめしによるデザイン。 HGUC144 分の1ヤン、手首をはじめ腕や足に二重関節を採用し、ビーム、
サーベルの突き出しなど躍動感あふれるポージングが可能。専用ビーム、サーベルにはクリアパーツが使用され、専用シールドは細かな色分けが成型色で再現されている。 HGUC144/1 ズゴックエクスペリメント。腕、足の蛇腹部分は節ごとにパーツを分割しており、独特な層になった構造をリアルに再現しています。モノアイにはクリアパーツを使用し、両手の爪は可動式です。背部に取り付けられるジェットパックが付属します。HGUC144/1 89式ベースジャバー、ジェスタ、ジム2、ジェガンなど別売りの HGUC 版モビルスーツを搭載できる。裏面のタンクを取り外すとモビルスーツ搭載面が露出。モビルスーツを表裏両面に搭載できる。細部のモールドはもちろん、ランディングギアやフットレストなども忠実に再現。アクションベース1対応ジョイントが付属。アクションベース2にも対応でき、空中でのディスプレイが可能。 HG144/1 ガンダムアストレイレッドフレーム。フライトユニット装備、フライトユニットは脱着式でノーマル状態も再現可能。超糖ガーベラ、ストレートやバク、ヘッド、シールドやビームライフルなど多彩なオプションパーツが付属。超糖ガーベラ、ストレートは鞘に収納可能。 HG144/1 シラヌイアカツキガンダム。全身きらめく機体色は金メッキパーツで再現。剣部に W ボールジョイントを採用。手動部、軸にはディテールを追加。スラスターやドラグーン機部が稼働するバックパックのドラグーンは全て着脱可能。攻撃形態を演出するビーム発射形態も再現。ビームなぎなた、ビームライフルはサイドアーマーに装着可能。 HG144/1 大足やかつきガンダム。機体の金色部分はメッキコーティングで再現。大足に装着されているビームキャノンはカバーをスライドさせるとグリップがせり出し発射形態に変形。巻き架を通らせ前方に構えることが可能。大足は単独で戦闘機形態に変形可能。ビームライフル、ビームなぎなたはサイドアーマーに着脱可能。暁、大足のガンダムデカールが付属。 HG144/1 ガンダムシュバルゼッテ。多彩な形態を再現可能な多目的攻防プラットフォームガーディアンが付属。機体背部に装着が可能。ガーディアン内部のシェルユニットはプラスチックシールで再現。首、腰部のボールジョイントは空間を設けた構造で前後傾の姿勢にも対応。開き手、左が付属。 RG144/1ガンダムエクシア。ガンダムエクシアのメカニックデザインを担当した海老川兼武氏が徹底監修。新規マーキングもデザイン。新規アドバンスとモビルスーツジョイントにより群を抜いた可動範囲を実現。人体的な動きを堪能できる。 GN ドライブは脱着可能。 GN コードはプラズマチューブアレイからイメージした質感とディテールを追求。 GN コンデンサーは内部をはじめクリアパーツとリアリスティックデカールにより金属の輝き、質感をリアルに再現。 GN 粒子供給コードはホログラム PET にて再現。開発コード、セブンソードの由来となった7つの剣、そしてシールドが付属。 GN ソードの刃の部分はメッキパーツを採用。 MG100/1 フルアーマーユニコーンガンダムバージョン KA。ビームライフル、バズーカ、ハンドグレネードなど付属する武器は全9種類、27アイテムプラスアルファ。バックパックには武装装着用の追加フレームを搭載。背部の巨大なスラスターを支えるためのスラスターサポートスタンド付属。94式ベースジャバーを再現可能。6月20日木曜日、 HGUC144/1カスタム。ウフカスタム最大の特徴である豊富な武器が144/1スケールにも付属。シールドは複雑な分割を再現。
手首パーツも豊富に付属。 HGUC144 分の1ゼータガンダム各形態におけるベストなプロポーションとウェーブライダーへの差し替え変形機構を採用するという制約の中で、可動を追求し劇中イメージに近いポージングを実現。カメラアイはクリアパーツ仕様で細部の彩色を再現。大型のハイパー、メガ、ランチャーなど劇中で使用した多彩な武装が付属。 HGUC144 分の1キュベレイ、エッジの効いたシャープな造形、 0.15mm の細かなディテール線でスタイリッシュなデザインを再現。可動性能の高い4枚のフレキシブルショルダーバインダーは劇中で印象的なポージングも再現できる。特徴的なファンネルが付属し、ビーム、サーベルのパーツはビーム、ガン発射エフェクトとしても使用可能。 HG144 分の1マイティストライクフリーダムガンダム、機動戦士ガンダムシードシリーズで印象的なアクションポーズ再現に特化した内部構造シードアクションシステムを搭載。両脚の股関節の接続軸が個別で上下にスイング稼働することでつま先を伸ばし揃えるポージングが可能。ゴールド部分には金属光沢感をアップさせた素材であるリアルメタリックグロスインジェクションを採用。ウィング部分は個別で広範囲に稼働。さらに白のウィングは8箇所がスライド稼働し展開状態を再現可能。発光表現には 3D メタリックシールを採用。クラウドディフェンダーは取り外して単体でもディスプレイが可能。付属する実験靴の御霊の刃パーツは2種の表面仕上げにより質感の違いを表現。学部キャノンの開放状態をパーツの差し替えで再現可能。両ブレールガンは展開し一斉射撃状態を再現可能。ビームサーベルやビームシールドなど豊富な武装のほか、ビームサーベルの連結状態を再現できるグリップも付属。 MG100 分の1ウフバージョン 2.0 内部構造の一部を MS-06J と共有し、ザクの海洋強化型という設定を再現。サイドアーマーはフロントアーマーの動きと連動し後方へスライド稼働、違和感なく膝を上げることが可能。動力パイプはさらなる組み安さを追求した方式に変更。ヒートロッドは球体ジョイントによる連結構造で再現。さまざまな表情付けとそのキープが可能。武器はシールド、刀身をクリアーパーツで再現したヒート、サーベルが付属、同スケールのランバ、ダル、クラウレ、カモン、フィギュアが付属。MGSD フリーダムガンダム、全高約 115mm、 内部フレームの多くの部位に可動ギミックを搭載し滑らかな可動を実現。メインカメラツインアイをクリアパーツを使用した二重構造で表現。各所に新技術リアルメタリックグロスインジェクションを採用し金属表現を追求。ウィングバインダー内部のクリアパーツに新技術リフレクションカットの反射機構を搭載。外部装甲の成型色を2トーンカラー構成にすることでさらなる精密度を上乗せ。頭部は三軸で大きく稼働、顎を引く、顔を突き出すなどの演出が可能な内部構造。胴体に内蔵した複数の可動軸により左右のスイング、前傾、後傾の広域な可動を実現。股関節がスイング稼働することで脚部の可動域を大幅アップ。肩の接続部にはスイング機構を搭載し腕部の可動範囲を強化。前腕には延長ギミックを搭載し腕を深く曲げることが可能に。太ももに連動&延長ギミック搭載。足を曲げる際に膝アーマーや膝裏バーニアが連動し可動域を確保。さらにつま先の稼働により SD ながらも自然な膝立ちを実現。6月24日月曜日、 HGUC144 分の1ジム、色プラとシールで設定色通りに再現できます。また表情のついた左手首が付属しますので魅力的なポージングができます。 HGUC144
144分の1ごっくん水中戦闘用モビルスーツとして独自の設定が光る機体をリアルに一体化しました。腕パーツの差し替えにより水中巡航形態が可能です。腕の多関節機構にはボールジョイントを採用し、アイアンネイルや頭部の可動とともに劇中で見せた数々のアクションポーズが再現可能です。頭頂部フリージヤード射出口、腹部メガ粒子砲射出口を精密に再現しました。HGUC144 分の1陸戦型ガンダム、外装パーツは新規造形となっており、特徴的な左右非対称の胸部などが再現されている。膝の可動性、肩の引き出しギミックなどによりスムーズな膝立ちや銃の両手持ちが可能となり、射撃ポーズの再現度が向上。シールドを立てた劇中オープニングの印象的なポーズも再現可能となっている。キャノンは差し替えでウェポンコンテナに収納できるほか、豊富な武装が付属。 HGUC144 分の1ニューガンダム、全てのパーツは後はめ可能。パーツの合わせ目も露出しない新規構造を採用。組み上がりの完成度が大幅にアップ。関節強度向上のために新型ポリキャップを導入。ポージングの安定性も向上。バーニアやアポジモーターなど細部のディテールも徹底再現。武器はビーム、ライフル、ビーム、サーベルニシュ、ハイパー、バスーカ、フィン、ファンネルが付属。 HGUC144 分の1ユニコーンガンダム2号機バンシー、デストロイモード、アニメ版オリジナルの武装を再現。装甲の隙間からサイコフレームが見える。HGUC144 分の1ユニコーンガンダム2号機バンシーのルン、デストロイモード、ランチャーの先端に刺すことでビーム、ジュッテ射出形態を再現可能。 HGUC144 分の1クシャトリア、144分の1スケール HGUC にして全高 155mm、バインダーを含めて 200mm 近い大きさを誇る。4機の超大型バインダーはそれぞれ自由に稼働。さらにポーズ固定のため基部の一部にロック機構を採用。さまざまなシーンに対応できるギミックを搭載し、バインダー裏には大型バーニア2機、ファンネル6機が収納でき、各種でも再現されている。HGUC144 分の1V2 アサルトバスターガンダム、サルトパーツとバスターパーツがそれぞれ新規で一式付属。組み合わせにより V2 アサルトガンダム、 V2 アサルトバスターガンダム、 V2 バスターガンダムを再現可能。メガビーム、ライフル、メガビーム、シールドなど多彩な武装が付属。 HGUC144 分の1ガンダムアストレイブルーフレーム、セカンドエル、ソードフォーム、フライトフォーム、ガトリングフォームの3形態への変形を再現。専用台座付属、大きな剣も片手持ちでのディスプレイが可能。アーマーシュナイダーが2本付属。 HG144 分の1ガンダムアストレイゴールドフレーム、雨積みな、最新のプロポーションと可動を両立。バックパックの展開によりボリューム感のあるダイナミックなポージングを再現。551体の盾、トリケロス界、展開式クローノ、ツムハの太刀、敵のエネルギーを奪う、マガの行く太刀など各種武装をギミック満載で再現。 HG144 分の1ガンダムキマリスビダール、登場者と共に真の姿を取り戻したガンダムキマリスの勇姿が再現されている。大型のドリルランスや腰にマウント可能な刀を装備、ドリルニーの刃パーツが付属するほか、ドリルランスの槍弾射撃姿勢も再現可能。 RG144 分の1 RX178 ガンダムマーク2エウーゴ仕様、新規アドバンスドモビルスーツジョイント採用。精密かつ幅広い可動域を実感できる。フレーム組み立て後に外装をはめる工程により、モビルスーツをフレームから組み立てるリアリティを楽しめる。極
ピットハッチの開閉など RG ならではのリアルシステムだからこそ可能なギミックの数々を楽しめる。バックパックや膝裏関節の伝達パイプ、バヌの製パーツで質感豊かに再現。 RG144/1 指南樹、ロケットエンジンなどの磁気鋼床によりデザインアレンジされた背面のフレキシブルスラスターは内部メカを見せながら開閉するなど可動ギミックが進化。金色のエングレービングはメッキ加工で、エースとなる赤はグロスインジェクションで、それぞれ質感表現され美しく輝く。加トキはじめし書き下ろしの高密度なディテールを全身に反映。 RG144/1 ウィングガンダムゼロ、エンドレスワルツ、現実の航空機に使用されている素材技術を参考に主翼構造を再現。大気圏突入時の耐熱と機体防御を考慮し、翼の走行構造を羽状モールドで表現。最新の航空機や戦闘機を考察し、翼の可動機構を表現。より鳥の翼に近い3次元的な可動と曲線形状を再現。最新の自立ロボットの内部構造を考察することで、フレーム部のみでも可動可能なゼロフレームを再現。新規アドバンスとモビルスーツジョイントにより人体の動きに近い可動を実現。ツインバスターライフル合体機構を再現できる。 MG100/1 ドム、新規化な型で腰部や腕部などの外装部分を改良。特に腕部は肩と前腕のつながりが自然に見える養形状修正しつつ、肘の関節構造も刷新。肩と胴体の接続部に前方へのスイング機構を実装。ジャイアントバズを構える印象的なポーズが各部の干渉を軽減しスムーズに決まる。股関節には新たにスイング可動構造を採用。さらに太ももの接続部に軸可動を追加。腰サイドアーマー更新により脚部の可動域が大幅に拡大。ドムの特徴的なかがんだポージングを再現するため足首の内部フレームを変更。ジャイアントバズをはじめ、ラケーテン、バズ、シュルム、ファウストなど豊富な武装が付属。 MG100/1 サザビーバージョン KA シルバーフレームには新素材を採用。無塗装でも金属の質感が得られる。背面のファンネル、コンテナはハッチの開閉が可能。ロッキのファンネルは着脱式。アポジモーターのカバーは四方に展開できる。加トキはじめ氏がデザインしたオリジナルマーキングが付属。ビーム、ショット、ライフル、シールド、ビーム、トマホーク、ビーム、サーベル、さらにプラモデルとして初立体化となる初期イメージボードに描かれていたロング、ライフルが付属。別売りのガンプラ用 LED ユニット、緑を使用することで頭部のモノアイが発光。インサート成形によるエモーションマニュピレータスペシャルが付属。指の前関節が可動。親指の付け根もクランク稼働することでリアルな表情を実現。 MG100/1 ダブルオークアンタ、ソードギミックの合体、分離ギミックを完全再現。 GN シールドのビット発射形態を新機構として採用。 MG ならではのパネルライン、モールドの再現。各部レンズはクリアで鮮やかに再現。 MG100/1 ダブルオーライザー、ダブルオーガンダム本体だけでなくオーライザーの一部にも内部フレーム構造を採用。コックピットブロックのハッチオープンが可能。オーライザーバインダーの開閉ギミックを再現。 LED ユニットで GN 粒子発光状態を再現。 GN シールドや GN ソード2、GN ビームサーベルなどの付属武装は新たにデザイン。粒子貯蔵タンクも付属。 MG100/1 ガンダムバーチェ、極限まで構造を追求し最大の特徴でもあるガンダムなどレーの完走を実現。装甲は設定をイメージした着脱が可能。裏打ちパーツで密度感と積層感を演出。各部ハッチはスライドし GN フィールド展開状態を再現可能。脚部の GN ケーブルは保
ログラム加工を施した樹脂パーツを使用。両肩部の GN キャノンは砲身が伸縮、機体上部へ移動させ攻撃形態も再現。ナドレの特徴であるコード部分はフィギュア造形の技術を応用した多層構造で細部表現に挑戦。ナドレ専用のシールド、GN ビームライフル、エフェクトが付属、GN ドライブのほか、ボーナスパーツとして太陽炉も付属。パイロットスーツに加え、ドレス姿のティエリアのフィギュアが100分の1スケールで付属。TG60/1、ガンダムエクシア、メカデザイナーエビカは金武氏監修のもと、最大の特徴である太陽炉、GN ドライブ、着目し、GN 粒子が全身に伝達していく機構を徹底交渉。そこから導き出されたデザインアレンジと内部フレーム構造が具現化されている。メタリックシールが採用され、光の反射によって発光箇所を表現。本アイテムには LED ユニットは付属しません。6月27日木曜日、 HG144/1 ヒャンストローム、アグネス・ギー・ベンラーと専用機、機動戦士ガンダムシードシリーズで印象的なアクションポーズ再現に特化した内部構造シードアクションシステムを搭載。肩アーマーの接続部がスライドする機構により、腕部の可動域を拡大。特徴的な形状の武装のビームアックスは、付属の格納用グリップの差し替えで腰部へマウント可能。ウィングの可動によりミサイルランチャーを前方に構えることが可能。胸部アーマーを展開し、ガトリングパーツを差し込むことでガトリングの展開状態を再現可能。右腕に装備可能なヒートロッドパーツが付属。シールドに取り付け可能なエフェクトパーツが付属。 MG100/1 指南樹、マーキング、パッケージともに新規デザインを採用。フレームの素材は ABS 樹脂から塗装可能な PS 素材に変更。劇中でも使用した指南樹バズーカが付属。砲身には伸縮ギミックを搭載。 TG60/1 ガンダムアストレイレッドフレーム、肩ブロックは引き出し可動により、可動域を広く確保。肘は多重関節により、居合のような複雑な動きにも対応。腹部には両脇のリシンダーを含む可動機構を内蔵。膝の可動に装甲が連動。スネフレームの伸縮、ひねりを再現。発光ダイオードとボタン電池、別売りにより頭部カメラアイが点灯可能。レッドフレーム特徴的な武器バーベラストレートは、実際の太刀のように刀身、唾、絵に分解可能。刀身にはメッキ加工による刃文を再現。中部には銘である菊一文字、五穀印、金メッキを施された、唾と塚頭には精密な彫刻を再現。刀身はめくりによって絵に固定する構造。ガーベラストレートの鞘は新たに設計された喧嘩ユニットにより本体に取り付け可能。その他に内部ユニットが再現されたビームライフル、窓にシャッターギミックを再現したシールド、ビームサーベル2個が付属。組み立て説明書のほか、機体解説書、時田光一氏の書き下ろしオリジナル漫画が付属。6月29日土曜日発売、 HG144/1 インフィニットジャスティスガンダムに式、機動戦士ガンダムシードシリーズで印象的なアクションポーズ再現に特化した内部構造シードアクションシステムを搭載。脚部に回転軸を追加することで、劇中のしなやかな足のしなりを表現可能。アンカーの射出状態を再現するリード線が付属。背部バックパックの4枚のウィングは個別で上下に展開可能。架空ウィングに取り付け用のビームエフェクトが付属。バックパックは取り外して単体でもディスプレイが可能。シルバー部分には金属光沢感をアップさせた素材であるリアルメタリックグロスインジェクションを採用。頭頂部に取り付け可能なエフェクトパーツが付属。ビームサーベルやビームシールドなど豊富な武装が付属。シールドに搭載されたビームブーメランは取り外して手に保持することも可能。 MG100/1 シナンジュスタイン
ナラティブバージョン、バージョン KA 袖付き、のゆえんであるジオンの紋章をかたどったエングレービングはパーツ分割で色分けを再現。ビーム、アックスは連結して長大なビーム、薙刀として装備でき、シールドに装着したままビームパーツを展開することも可能。ハンドパーツには、エモーション、マニピュレータースペシャル、を採用、各指が独立稼働する、脚部フレキシブル、スラスターはリフトアームにより独立して動かすことができる、コクピットハッチの開閉、胸部ブロックの上下稼働を再現、ゾルタン、アッカネンのフィギュアは座り、立ちの2種が付属、SD ガンダム、クロスシルエット、ガンダムキャリバーン、SD フレーム、GS フレームを上半身に内蔵することで、好みの頭身、フォルムを選択可能、スモークブラックのパーツで無発光状態のシェルユニットを再現、パーメットスコア5を表現した赤いシェルユニットも選択式のシールで再現、ハンドパーツは武器持ち用の握り手、表情付き平手が左右付属、ビットステイブを全身に装着するビットオンフォームも再現、バリアブルロッドライフルは高端のクアドラ、スラスターが開閉可能、可動箇所を設けた脚部はハイマニューバモードに変形可能、機動戦士ガンダムシードシリーズからランチャーストライカー、ソードストライカーがそれぞれ完全新規造形でオプションパーツで登場、別売りのエントリーグレード144/1ストライクガンダムなどと組み合わせてランチャーストライクガンダム、ソードストライクガンダムを再現可能、キットに応じて選べるジョイントパーツが付属、アブにはボールジョイントと 3mm ジョイントで稼働、パンターアイゼンは付属のリード線を使用することで射出状態を再現、別売りのオプションパーツセット、ガンプラ01、テールストライカーと組み合わせてパーフェクトストライクガンダムが再現可能、ガンプラ03、ビルドハンズ角型、巨子油、平手、武器持ち手の3種類の左右ハンドパーツが S、M、L の3サイズで2セット付属、計36個のハンドパーツ入り、巨子は格闘ポーズのほか、武器を持たない場合に最適、平手は手首が稼働することで様々なポージングができる、武器持ち手は 4mm×2mm の武器グリップと、直径 3mm のサーベルグリップを取り付け可能、ガンプラ04、ビルドハンズ丸型、アクションの表現力アップ S、M、L の3サイズから選べる丸指タイプのハンドパーツセット、挙手、平手、武器持ち手の3種類の左右ハンドパーツが S、M、L の3サイズで2セット付属、計36個のハンドパーツ入り、挙手は格闘ポーズのほか、武器を持たない場合に最適、平手は手首が稼働することで様々なポージングができる、武器持ち手は 4mm×2mm の武器グリップと、直径 3mm のサーベルグリップを取り付け可能。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。